どうも皆さんこんばんは、セキリザです。本日はこの星地球アースに数多く存在している絵画、そんな歴史ある絵に隠されたメッセージや都市伝説についてお話ししていきます。あ、ほんとセンキュー。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部コタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リクエストありがとうございました。人気企画ゾッとするシリーズからですね、はい、ものすごく珍しく続いてる企画なんですけど、これまでは海、山、空、月、弓絵とかね、いろんな分野の怖い話とか紹介したんですけど、気になるよって方は概要欄までお願いします。今日はですね、リクエスト多かった絵に関するお話ということで、誰もが知るあの有名な絵たちの裏に隠された暗号とか、今わかってるメッセージについて紹介していきたいと思います。早速なんですが、まず一つ目はモナリザです。はい、これタイトルにもあるんですけど、この絵を見て知ってるって方ね、知名度大体 100% つっても過言じゃない代物なんですけど、これ16世紀初頭にレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた油彩画でして、有名な話でいくと、どこから見ても目が合うとかね、表情が変わるとか言いますよね。一方この作品すごい多くの謎を秘めてるということで、現在でも考察が行われています。一つ目、そもそも誰草です。確かにこれ考えたこともなかったですけど、そもそも誰って話ですよね。これもね、長年いろんな考察があって、まずモナリザの意味がですね、リザ夫人であることから、現時点で一番有力な説としては、イタリアの貴族夫人リザ・マリア・デ・ゲラルディーニではないかと言われてるんですね。ただこの絵が描かれた当時の彼女の年齢というのが24歳ぐらいだったということで、果たしてこの絵の女性が24歳なのかってところ、まあこれなんとも言えない絶妙なラインですよね。他にも実際これダヴィンチの母親だったんじゃないのかとか、さらに言うとダヴィンチ自身なのではないかというちょっと変わった説もあるんですよ。まあ、もしかしたら関根理沙じゃない。お次に2つ目、絵に施された仕掛け。これ冒頭でもお話ししたんですけど、目が合うとか表情が変わるとか、これ実は偶然じゃなくて、全ての仕掛けがダヴィンチによって細かく計算されたものだと考えられてるんですね。っていうの仕掛けっていうのがこれだけじゃなくて、一つはモナリザの顔なんですけど、左右それぞれの顔を分けてみると、全くというほどでないんですけど違う人になると言われてるんですね。顔の右側はすごい優しい表情なのに対して、左側っていうのが男性的でして、表情も明らかに暗いんですよ。この表情が違うからこそちょっと不気味さがあるとも言われてるんですけど、そしてもう一つはこの背景ですよね。なんかあんま気にしたことなかったんですけど、この背景のことダヴィンチ自身は自分が考える理想郷って語ったんですよ。この背景皆さんどう思います？理想はね、人それぞれなんで、そこに口挟むのはちょっとナンセンスなんですけど、なんかちょっと不気味ですよね。ただこれすごい発見をした人がいて、この絵の中心を縦に切って左右入れ替えてみてください。なんとこの背景に山が出現するんですよ。一説ではこの山がダヴィンチが好んで登っていた山なので、まあその仕掛けというかちょっと遊び心を入れたんじゃないかって言われてるんですね。だとしたらすごいおしゃれですよね。そしてもう一つ暗号。はい、これ実は絵の描かれた暗号だけじゃなくて、顕微鏡を使ってモナリザの瞳を拡大すると、右目にはダヴィンチのイニシャルの LV、 左目には B または CE のような、まあ、肉眼では確認できないほど小さい文字が刻まれてることが分かったんですよ。他にも背景の端には72または L2、 この文字がシラミよりも小さいぐらいの大きさで刻まれてて、これがね、何を意味しているのかについては現在でもいろんな推測があります。まあそのイニシャルなんで、僕がダヴィンチだったとしたら、好きだった相手とか愛した相手のイニシャルを入れますよね。それかこのモデルの方。こういった絵画には昔からそのモデルのヒントを残したりとか、イニシャルを刻んだりすることが多かったんですよ。なので名前じゃないかっていう説が結構有力ですね。最後にまたダヴィンチの作品持ってくるとして、お次もですね、ちょっと知名度の高い方、ミケランジェロですね。これも知ってますよね。このミケランジェロのアダムの創造という作品、これね、まあすごい有名な絵画ですよね。1500年頃ですね、バチカン市国にあるシスティーナ礼拝堂という教会の天井に描かれた絵なんですね。この作品ではですね、地上に裸で横たわるアダム、天使に囲まれた神が空から生命を吹き込む場面っていうのが描かれていて、神と人間の関係性を描いてると言われてるんですけど、ただね、この描かれてる神様よく見てください。人間のとある部分に似てないですか？そう、脳みそなんですよ。形パッと見てわかると思うんですけど、神様とか天使の配置までも脳の構造と完全に一致してるということが分かってるんですよ。例えば神の配置っていうのが、右脳と左脳をつなぐ脳梁とか脊髄とか、つまり人間の中心にあたる部分に神様を置いて、それを引き止めようとするような動きをする右上の天使、これが小脳、そして左下の天使の足っていうのが下垂体という部分にあたるんですね。これすごい面白いんですよ。それぞれの役割の場所にこの絵に伝えたいメッセージがあるんじゃないかって言われていて、これもっと面白いのが、僕の他の動画でも言ったんですけど、宗教と科学と医学っていうのは対極の位置にあると言われてるんですね。この相反する2つの考え方を同じ絵に取り入れてるということで、1500年代に描かれたすごい昔の作品なんで、この作品の意味について世界の多くの研究者によって同時並行でね、いろんな議論がされてるということなんですね。今描かれたものじゃないっていうのがさらに深くて、関連してジェロが描いた預言者ゼカリアっていう作品があるんですけど、こちらもですね、同じくシスティナ礼拝堂の天井の一部でして、聖なる預言者ゼカリアを描いてるんですけど、こちらにはですね、ミケランジェロの個人的なメッセージが込められてると言われています。まず絵の預言者ゼカリアなんですけど、イタリアのルネサンス時代に実在した教皇
ユリウス2世にそっくりと言われてるんですね。この方っていうのが多くの芸術家を支援してルネサンス時代において芸術の全盛期をもたらした人物だと言われてるんですけど、ミケランジェロっていうのが彼をかなり嫌っていたということで知られてるんですよ。なんでですよ。でこの絵の話に戻ると、じゃあなんであえてその似せた彼を描いたのかっていう話なんですけど、この後ろに描かれた少年に注目してほしいんですけど、手をよく見ると中指と人差し指の間に親指挟んでるんですよ。これ当時ね、実はメッセージがありまして、現代で言うとマザフッカーですよ。中指を立ててるのと同じ意味のジェスチャーだったと言われてるんですよ。なので天井絵の一部にこそっとですね、このユリウス2世に隠されたメッセージを残したんじゃないかと言われてるんですね。なかなかの陰湿ですよね。なのでこういったちょっとやんちゃさもあるということで、まあ、もしかしたらあえて相反するものを一つのものに込めて書いたっていう説もありますね。もう非常に読み解いていくと面白いですよね。こういったメッセージ性の中には作者の個人的な感情が入った絵とかまで様々でして、中にはですね、なんでこんなものがこの時代にあるのっていうようなものも存在していて、それがですね、聖母と聖ジョバンニーノという作品。これはですね、15世紀のイタリアで活躍したルネサンス画家のドメニコ・ギルランダイオによって書かれた作品でして、聖母マリアとイエス・キリスト、聖ヨハネを描いてるんですけど、これね、とあるメッセージが隠されてまして、それが聖母マリアの頭の右上の方に注目しますとですね、何やら謎の黒い飛行物体ありますよね。これ拡大してみます。はい、こちら UFO、 UFO なんすよ。美術の専門家が言うには、亀の光で照らされてる雲っていう主張があるんですけど、それにしてもこの後ろの方には白い雲が別で描かれてますし、明らかにね、ちょっと雲にしては色だったりフォルムにしてちょっと色々と不自然な気がしますよね。これも美術の専門家と陰謀論者とか UFO 研究家の間で議論が続いてるということです。お次、さらに濃いものですね。プリマビーラ春、サンドロ・ボッティチェッリ。はい、こちらもすごい謎めいた有名な作品なんですけど、こちらは1480年代のイタリア人の画家ですね。サンドロによって描かれた春プリマビーラっていう作品なんですけど、美術の教科書とかでも絶対出てくるかなり知名度の高い作品ですよね。ただこちら美術史上最も難解な謎に満ちた作品の一つとして知られています。これまでね、いろんな議論あったんですけど、決定版ともいえる解釈というのが存在してなくて、500年以上経った今でも研究者が踊らされてるって作品なんですね。一つの解釈としてはタイトルに沿って春ですよ。この春っていうのは結婚を祝う愛とか永遠の春っていうメッセージが込められてる。ただそれにしては不可解な点が多いと言われていて、例えばですね、絵の一番右に描かれてるセピロスという神様、この神様はですね、ギリシャ神話に登場する極楽の地に西風を吹かせる温和な神様として知られてるんですけど、春で描かれてるセピロスの顔色見てください。死人のような青ざめた肌で、背景と合わせるとまるで墓のような不吉な雰囲気漂ってますよね。明らかにちょっと永遠の春とか愛とかとはちょっと程遠いイメージで描かれてるんですね。その他にもですね、一番左にいる人物、これはですね、服装の特徴から冥界の案内人ヘルメス、まあ、日本で言うとエルメスだと言われていて、よく見ていくと神の周りには500種類以上の植物とか190種類ぐらいの花とかが描かれてるんですよ。そのうちの多くが死を暗示してるんじゃないかっていう風に言われてるんですね。まあ、そのもしかしたら永遠だからこそ死を連想させるようなものを置いたとかいう可能性もありますよね。そして極めつけは中央にいる愛と美の女神ヴィーナス。この背景にある森をよく見てみると、人間の肺がはっきりと浮かび上がってくるんですよ。ここにもね、その人体の一部が映ってるということで、もしかしたらこのキリスト教的な意味で描いてるんじゃなくて、結婚式のためとか彼がその私的に描いた可能性があるんですよね。永遠の愛とかをイメージしてるんですけど、その命は限りあるものと伝えたい、そういった意味で肺を乗せてるとか、ちょっと深読みすればするほどいろんな出てくるので、もしかしたらただ単にお祝いで綺麗な華やかな感じで描いたんじゃないかとも言われています。じゃあ最後行きましょうか。それがですね、まあ、この中でもズバ抜けて不気味で未だに考察されてるもの、それがレオナルド・ダヴィンチの最後の晩餐ですよね。こちらも1490年頃レオナルド・ダヴィンチが描いた絵でして、新約聖書に登場するイエス・キリストと12人の弟子たちが夕食を取る場面を描いた作品でして、元々はですね、ミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラッツ教会の食堂の絵に描かれていたそうなんですけど、この最後の晩餐の内容としては、イエス・キリストが処刑される前夜に弟子たちに対して、この中の一人が私を裏切ると予言していたという場面でして、いろんな表情が描かれてるんですよ。これかなりすごい有名な作品ですよね。いろんな暗号とか隠されてると言われています。その中でも有名なものは1つ目、浮かび上がる楽譜。はい、これね、この最後の晩餐に描かれた弟子たちの手とテーブルに置かれたパンをですね、横線で結ぶと綺麗な楽譜が浮かび上がるんですよ。で、当時ダヴィンチは右から左へ鏡文字を多用していたってことで、この楽譜を右から左へ逆から演奏するとこんなメロディーになります。はい、これ今聞いたメロディーの中に一箇所だけあれと違和感を感じるところがあるんですよ。それがタッ
った一箇所だけ不協和音が入ってるんです。楽譜でその音がどこに当たるのかっていうのを見てみると、なんと裏切ったとされるユダの手の位置にあるんですよ。これ偶然にしてはできすぎてますよね。これ俗に言うダヴィンチコードってやつですか。そのこの絵を楽譜とすることで裏切り者の存在をアピールしてたんじゃないかとも言われています。まだこの絵には予言があると言われていて、それが人類滅亡の予言。一説では先生術のパズルとしても読み解くことができると言われていて、その解読によると4006年の3月21日に始まって11月1日まで続く大洪水で人類は滅亡するっていうダヴィンチの予言が隠されてると言われてるんですね。特に彼はですね、医学から天文学まで幅広い分野で活躍した天才だと言われてるんで、我々が知らない何かにたどり着いていたとしてもおかしくないんですね。そして長年の研究によって3つ目最後の晩餐じゃないんじゃないかという話も出てきました。これ最後の晩餐と名付けられたんですけど、このシーンですねちょっとおかしな部分がいくつかありまして、それがですねこの食事会なんですけど、実はこれ処刑されたはずのキリストが復活して弟子たちの前に現れて食事会を開いたんじゃないかって説があって、まずキリストが処刑される前日であればスゴコシっていうねユダヤ教の記念日で、この日はですね羊肉と粘土みたいなパンを食べる決まりがあるんですけど、この作品の食卓を見ていくと魚料理とかふっくらしたパンがあるんですよ。それ以前に明らかに背景の様子が昼間なんですよね。晩餐って夜のイメージありますしね。これをね作画ミスで捉えることもできるんですけど、このレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたっていうところで何らかの意図があると言われていて、それがもしかしたらキリストが復活した場面っていう視点の方が正しいんじゃないかと言われていて、裏切り者のユダの手にはキリストを売った時にもらった報酬を隠し持っていて、その後ろに立つペドロには右手にはナイフがあると、これはユダを殺そうとしてるんじゃないかと。またですね処刑されたにもかかわらず蘇ったキリストが偽物だと警戒しているっていう風にも解釈できると言われてるんですね。これねまだいろんなメッセージとか暗号があるんじゃないかと言われてるので、まあ、ちょっと気になる人は顕微鏡で見てみるのもいいかもしれません。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は絵画に関するゾッとする話のご紹介でした。やっぱねすごいなと思うのが、何百年後も人間を視覚的に魅了し続けて、まあ、さらには描いた時の時代背景とかこれに対しての画家のイメージなんかも読み解くことができて、やっぱ絵画って素晴らしいなと思いますよね。もしかしたらこの作品を通じて時代を超えてね現代の我々に大切な何かを語りかけようとしているのかもしれません、ということで、はい、と本日は以上です。皆さんのこの動画に関する感想や考察もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。おやすミケランジェロ、ここに聞いてくるんすいね。全国の特命さんこんばんは、シアの放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですが、先日出しました京王線無差別死傷事件引き続きですね、またもや電車内で事件が起きたというニュースが入ってきたので急遽動画にしました。この事件の模倣犯という話もありますよね。早速紹介です。先日11月6日東京メトロ東西線にて刃物を持った男がいると110番通報がありました。警察の調べによりますと、男は同じ車内にいた30代の男女に対して仕事で使うために所持していた千枚通しのような工具を見せて脅したとして脅迫の容疑で逮捕されました。千枚通しですかね、千枚通しですかね、これですね。だいぶ危ねえよこれ、なんじゃこれ、アイスピックみたいなやつですね。また動機について男はですね、近くのカップルに自分がマスクをしていないことを言われカッとなった、工具を2人に示すつもりだったと、まあ、ちょっと最後わかんないですけど一応犯行を認めてるということです。完全に逆切れではありますよね。自分がマスクしてないのを注意されて武器を取り出す。感染者は減ったといえマスクはまだしてほしいところですよね。2つ目です。先日11月8日の午前8時40分頃、熊本県を走行中の JR 九州新幹線にて何者かが車内に火をつけるという事件が発生しました。その後放火未遂の容疑で逮捕されたのが福岡市博多区在住の無職の三宅清という男性、また福岡ですわ。関係者によると、新幹線が熊本駅から八代駅で向かう途中、突如三宅容疑者は通路に液体を撒き、ライターでレシートに火をつけて床に投げ落としたとのこと、まあ、こちら結果的に床と座席の一部は焼けたものの、居合わせた他の乗客により火は消し止められ幸い大事には至りませんでした。新幹線では非常ブザーが作動して、まあ、その後緊急停車、容疑者はその場で乗客や車掌に取り囲まれ次の駅で身柄を拘束されました。この動機についてはまだ詳しく分かっていないんですけど、前日に知人に死にたいが死にきれないと話していたことからですね、周りを巻き込んだ自殺の可能性が高いのではないかということです。でね、この事件で恐ろしいのが、まあ、この犯行に関して京王線の事件の真似をしようと思ったと供述してるみたいなんですね。まあ、この前の動画で事件を起こして同情するとヒーローになれるかもっていう思考になって、まあ、新たな犯罪者を生みかねないという話をしたんですけど、このやっぱり人を巻き込んでっていう思考回路の人がこの世にまだいるっていうのがちょっと恐ろしいですよね。また立て続けにねこういった事件が起きたんで、毎日電車とか新幹線を使わないといけない人にとっては不安で仕方がないという声が多いみたいですね。ここからまたさらに防犯強くなっていくんじゃないかなと思うんですが、ここからですね過去に電車内で起きた事件とか、そこからどんな対策がされていったのか、そして対策が考えられているのかっていうのを紹介していきたいと思います。リクエストありがとうございました。早速です。1つ目、小田急線無差別死傷事件。はい、こちら京王線事件の服部容疑者が犯行の一部を参考にしたと供述している事件ですね。まあ、以前の動画でも軽く紹介したので概要だけ。事件発生は今年の8月6日です。東京世田谷区を走行していた小田急線の車内にて、男が
刃物で次々と人を刺し、10人に怪我を負わせた後、乗客が非常用コックで開けたドアから逃走。しかしその後、男は現場から4キロほど離れたコンビニの店員に、体の一部に血がついた状態で、今ニュースに出てる事件の犯人です。逃げるのに疲れました、などと話し、駆けつけた警察官に身柄を拘束されました。その後の調べに対して男は、誰でもよかった、大量に人を殺したかった、などと供述してたということです。またですね、大学時代にサークル活動で女性から見下され、出会い系サイトで知り合った人ともうまくいかなかった、勝ち組の女性を殺したいと思うようになったと話していたことから、これも京王線と同じようにですね、社会的な孤立であったり、人との触れ合いが欠落していたところが根本の原因じゃないかと言われています。またこの事件がですね、当時オリンピックの警戒強化中に起きた事件だったってこともあって、かなり当時も騒がれましたよね。次です、二つ目。東海道新幹線車内殺傷事件。こちら2018年の6月9日ですね、走行中の東海道新幹線の車内にて、男女3人がナタで切りつけられ、2名が重軽傷、1名の男性が死亡するという事件が発生しました。こちら捜査関係者いわくですね、犯人の小島一郎容疑者、犯行前日にホームセンターにて、今回の事件の凶器に使用されたナタと果物ナイフを購入。その後公園でナタを素振りして、犯行の練習をしていたということが判明します。そして事件当日、彼は新幹線に乗車して、急にですね、隣の女性の首をめがけてナタを振り下ろして、止めに入った男性をナタで何度も切りつけて殺害したんですね。で、肝心の犯行動機に関しては、刑務所に入りたかった。自分で考えて生きるのがめんどくさくなった。他人が決めたルールの中で生きる方が楽だと思い、無期懲役を狙ったと供述してるんですね。これもね、自分の目的を果たすためというか、自暴自棄になって他人を巻き添えにする。凶悪で非常に身勝手な思考ですよね。次です、3つ目。大阪環状線事件。次は電車内じゃなくて、駅構内で起きた事件です。2018年の2月7日、大阪環状線大正駅構内にて、電車から降りた男性が刃物を持った男に腹部を刺されるという事件が発生しました。男はそのまま逃走したのですが、そこからおよそ2週間後ですね、ニュースで事件について報道されてるのを見て、自分で110番通報しました。その後、殺人未遂などの容疑で逮捕。後半内容によるとですね、2月7日の早朝、優先席に座った男性が、容疑者からですね、お前何座ってんねん、足悪いんかと、言いがかりをつけられたんですけど、その方は無視したんですよ。で、その後駅に到着して電車を降りようとしたところ、後ろから髪を引っ張られたため、男は容疑者の方をぶん殴ったと。しかし対して、容疑者からコートの襟を掴まれて、懐からナイフを取り出したため、手を振りほどこうとしたところ、そのまま腹部を刺されたということなんですね。その後警察の取り調べに対して容疑者は、ナイフを見たらびっくりすると思った。深く刺されたと思ってなかったと、殺意を否定したんですが、その後懲役3年の判決が下されました。この事件に関しては、動機がマナー違反が許せなかったってことなんでしょうけど、それでもナイフを持ってってそれを取り出すとか、どう考えても危険じゃないですか。しかも優先席っていうのは優先の方がいれば譲ってくださいねっていう席ですし、そのナイフを持って必要に絡んでた時点で結構誰でもよかったんじゃねえのと思っちゃいますよね。次です、4つ目。のぞみ24号殺人事件。こちらは1993年の8月9日、博多東京間を走行中の東海道新幹線のぞみにて、一昨日乗りました。男がサバイバルナイフで他の乗客を刺して殺害するという事件が発生。男は逃走を図るものの、警察にその後身柄を拘束されました。その後この男の所持品から覚醒剤の常用紙だったことが発覚するんですね。取り調べに対しても敵を取ってくれという子供の声が響いたっていうちょっと意味不明な動機を語っていて、関係者いわくですね、男は刺された乗客に対して静かにしてくれと注意していた姿が目撃されていて、その後口論になったのではないかということです。でこの事件ですね、2年後に行われた公判で責任能力なしって判断されて、懲役15年の実刑判決に減刑されたんですよね。薬物の常習犯だったんですけど、そこが責任能力なしになるっていうのは、ちょっとどうなのかなというふうに思うんですけど、こちら皆さんの意見もお聞かせください。はい、とここまで事件をざっと紹介したんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱね、電車内っていうのは調べても嫌がらせとか、ちょっと小さい事件、痴漢とか、かなりの数の事件出てくるんですよ。で、やっぱ前の動画でも話したように対策っていう対策はなかなか難しいんですよね。今回それをちょっと詳しく調べてきて、その理由とかちょっと調べてきたんですけど、ただやっぱりね、近年こんな連続して大きな事件起きたってなると、何かしらの対策が必要になると思うんですよ。やっぱ飛行機と違って電車の出入りが激しいので、やっぱ一人一人荷物検査をするってわけにはいかないですし、できることとしては防犯カメラの設置とか警備員の増員ぐらいなのかなと思いますよね。で、やっぱ鉄道関係者とかどのような対策を取ってきたのかなというのを調べてきました。まずカメラの設置台数、これはものすごく増えたんですよ。ただやっぱばらつきがあるっていうことがあって、東急電鉄とか JR 東日本以外の会社っていうのがカメラの設置率が 50% 以下だということなんですね。で、防犯カメラの機能についても顔認証付きの導入も増えてきてるみたいなんですけど、調べたら1台設置するだけでも10万から15万ぐらいかかるんで、全部の電車につけましょうってなったらかなりの費用かかるんですね。ただ手荷物検査に関しては今年の7月ぐらいから乗客にやってもいいってなってるんですけど、もし拒否されたら駅から追い出すこともできるよっていう風になってるんですけど、やっぱこれ1日の乗客数を考えたら、これで乗れなかったとかトラブルになる可能性も出てきますよね。結論見ていくと、ぶっちゃけ現段階ではすぐにこういった犯罪を完全に防ぐことってできないんですね。やっぱ IC カードカメラでそこで何か犯罪を犯して逃げた犯人を捕まえれるっていう確率はめちゃくちゃ高いんですけど、やっぱりこういったものを防ぐとか対策するには防犯を強化して警備を増やすとかになってくるのかなと思いましたね。ただやっぱね、こう注目されてますけど、これって広く考えると、自動車がある限り事故も起きますし、包丁がある限り殺傷事件っていうのも起きますよね。この危険というのはどれだけ対策されても起こすことができるんですよね。ただこの電車とか新幹線っていうのは密室で大量に殺人を起こすことができるっていうのが危険なポイントでして、もしね、防犯カメラをそれで増やしましょうってな
ってもやるやつって絶対やるんですよ。ってなるとやっぱ起きた時に対抗できる手段としては警察とか、あの運転手席ってこうガラスになってるじゃないですか、あそこに防犯用のテーザーガンを置いたりとか、やっぱそっちの方が実用的なのかなと思いましたね。起きた時の対策ですよね。で一個ちょっと思って、これあかんなと思ったのが、あの車両ごとの扉あるじゃないですか、あれをボタン一つでシェルターみたいにロックすることができる仕組み、まあ、これだったらそのなんか起きた時に犯人を閉じ込めれると思ったんですけど、まあ、そのなんか生贄みたいに逃げた方がパニックになってロックしたらこれ地獄やなと思いましたね。これはいかんなと思いましたね。はい、とまあここまで長々と話しましたが、このような事件がかなり増えてる中で皆さんはどう感じてるのか、ぜひコメント欄でお願いします。まあ、最近ねこれ全然関係ないんですけど、あの新幹線乗りましたら15号車であの結構後ろの指定席を取ったんですけど、大変混み合っておりますって言ってて一席しか空いてなかったんですよ。まあ、一席、まあ、ちょうどここでいいやと思ってそこ取ったら、僕以外14号車15号車全部修学旅行生だったんですよ。こんなことあると思って、いやちょっと絶対行った方がおもろくなるけどと思って、これあかんなどうしようって、デッキで一人で立ち尽くしてたら、あの乗務員の方がもしかして14号車ですかって言われて、空いてた一席座られたんですかみたいになって、あの席をわざわざ変えてくれました。めちゃくちゃゾッとしましたね。だからあれもね、本日修学旅行生いますってできれば変えてほしいなと思いましたね。はい、すみません、最後全然関係ない話しましたけど、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみな、最強戦。急なんですけど、全然関係ないんですけど、昔僕が住んでた近所に宮本の山って呼ばれている立ち入り禁止の山があって、まあ、僕中学校転校してるんですけど、その転校してすぐにその山の呼び方を知りまして、まあ、2年ぐらいそれを聞いて、なんでそこがそう呼ばれてるのかって別に分かんなかったんですよ。で気にもしてなかったんですけど、で3年生になってめちゃくちゃ仲良かったやつに、そういやさ、あそこなんで宮本の山って言うんっていう風に聞いたら、これ衝撃ですよ。隣のクラスの宮本くんの髪型に似てるからって。人生で一番でかい声出ましたね。しょうもな。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部こと宮本です。さあ今日なんですけど、ちょっと山の怖い話特集しようかなと。最近ね発生した山林で起きた事件についてまずお話しするんですけど、山ってね僕海よりも怖いんですよね。まあ、ちょっといろいろと調べてまとめてきましたんで、そっとして帰ってください。で最近起きた事件で、まあ、これは別に不可解な現象とかではないんですけど、まあ、今年の1月18日ですね、千葉県いすみ市の山林に狩猟しに行った男性がいたんですけど、その男性が山の中でテントの中で川の字に横たわった状態で死亡している3人の遺体を発見しました。まあ、この死亡していたのはいずれも50代から70代の男性3人だったそうで、鴨狩りのためにテントで宿泊をしていたそうなんですね。完全に死因がまだ特定されていないんですけど、テントはシートで密封されていて中に石油ストーブがあったということで、まあ、死因は暖を取っていた時の一酸化炭素中毒の事故死ではないかと言われてるんですね。まあ、おそらく趣味の鴨狩りで仲間と一緒に出かけたところを死亡してしまったというね、結構悲しい話なんですよ。まあ、発見された方もゾッとしたでしょうしね。まあ、このテントで一酸化炭素中毒になるってあんまり知らない人もいると思うんで、若者で冬の山にキャンプしに行くとかもあると思うんで、まあ、ぜひこれ注意してほしいなと思うんですけど、まあ、そんな事故も起きる山なんですけど、まあ、こっからはそんな不気味な山奥で実際に発生した未解決事件や不気味な体験談を紹介していこうと思います。早速です。1つ目、首なし男の谷。はい、これ20世紀ぐらいの話になるんですけど、カナダの北西部にマッケンジー山脈っていう界隈ではその筋で有名な山があるんですけど、まあ、こうものすごい事件がねたくさん起きてます。まあ、始まりは1908年、金の採掘に行っていた兄弟がいたんですけど、その2人が首を切られて死亡しているところが発見されたり、1917年には山脈にある鉱山で働いていた男の住んでいた山小屋が全焼しまして、その時見つかった死体の首が切られていたりとか、そして1969年までに突如失踪したり首を切られた状態で発見されたっていう人数がなんと44人にも上るらしいんですね。しかも怖いのが、これ全部同じエリアの山脈で起きてるんですよ。まあ、こういった不可解な事件がめっちゃ発生してたんで、このエリアは首なし男の谷と呼ばれるようになりました。まあ、この場所昔から怪物が住んでるとか邪悪な霊がさまよう場所っていう言い伝えがあったそうなんですね。まあ、また19世紀頃まで、まあ、このマッケンジー山脈には何派族というね特殊な一族が住んでいたことも分かっていて、この人たちは顔に仮面をかぶって全身を鎧で武装して近づいた部外者は首を切り落とすことで知られていたんですね。ただこの一族19世紀には姿を消したっていうふうに言われてるんで、まあ、ますます不可解なんですよ。もしかするとこの何派一族の末裔が今も住んでいて何も知らない部外者の首を飼ってるのかもしれません。次です。2つ目、隠蔽された山。あ、これちょっと有名なんですけど、ネパールのヒマラヤ山脈の標高約 7000m のところにあるカンデカ山脈っていう山脈あるんですけど、この場所実は僕たち見ることができないんですよ。これどういうことかというと、 Google Earth でこのカンデカ山脈がある部分見てみると、この標高 7000m のところを真っ
真っ黒に塗りつぶされてるんですよ。不思議ですよね。なんか Google Earth でアメリカのモハベ砂漠にある軍事施設、ここを見れないように細工がされてあったりとか、なんか機密性の高い場所にはそもそも表示しないっていう風なケースはあるみたいなんですけど、こんな山脈の上が塗りつぶされてるってここだけなんですよ。この話もしかしたら知ってる方もいるかもしれませんよね。まあネット上では UFO の発着基地なんじゃないかみたいな陰謀論たくさん出回ってるんですよ。僕なんかここ軍事施設じゃないかなと思うんですよね。まあただ7000m 登れる気がしないんで確かめようないんですけど、だからこそ何かを隠すのにはうってつけなのかなと思いましたね。次です、3つ目、時空が歪む山。はい、こちらドイツとオーストラリアの国境にあるアルプス山脈、ここにウンタースベルクさんってあるんですけど、ここもねちょっと不可解な現象が起きることで知られています。まあここを登った人から気づいたら何時間も時間が経っていた、起きたら別の場所に移動していたっていう体験談が後を絶たないんですね。オーストラリア人の作家が、まあ、この噂を検証しようということでこの山を訪れたみたいなんですけど、ある特定の場所に行くと時計が普通よりも早く進んだとか、またはその逆で遅くなったりとか、そういった現象が起きたっていう報告を出したんですよ。また洞窟があったと。でその洞窟に入ったらナチスドイツ軍の兵士と遭遇したっていう風に語ってるんですね。でこの山っていうのが実は昔からローマ皇帝の遺体が埋められてるとか古代文明があったっていう噂がありまして、まあ、これがね軸を歪めてるという都市伝説とどう関係あるのかわからないんですけど、まあ、ここの場所では僕たちには理解できない時間軸が存在してるのかもしれません。次です、4つ目、放射能が降り注ぐ山。はい、これは1959年に起きた実際に発生した事件なんですけど、ロシアにあるウラル山脈にてトレッキングで行っていた大学生の男女9人が行方不明になるという事件が発生しました。まあ、これ山関係で一番有名ですよね。僕も取り上げましたディアトロフ峠事件ですね。まあ、軍とか警察大規模な捜索の末、開始から7日後ですね、まあ、この9人の遺体は発見されたんですけど、まあ、その姿もう一回おさらいしておきますね。まず宿泊していたテントは内側から引き裂かれていた。遺体で発見された大学生たちはなぜか靴を脱いで素足の状態、そしてもっと不可解だったのがそれぞれの死因ですね。まず2人は頭蓋骨の骨折、1人が肋骨の骨折、1人は舌を噛み切った状態で発見。しかも遺体には争った形跡などは全く残されていなかった。そうなんですね。そして一番不可解なのがこの大学生らが着ていた洋服から異常なほどの放射性物質が検出されたということです。でこの事件最近ですね、雪崩が原因だったとほぼ結論が出たんですよ。ただこの放射性物質に関しては未だに原因がはっきりしていないそうなんですよ。まあ、もしかしたらこの都市伝説化してこの放射能の話はつけられたんじゃないかってことも言われてますね。まあ、ただ本当はこの山には何か存在してるんじゃないかという噂はねまだ残っております。最後です、5つ目、視線が降り注ぐ山。これは2014年ジンバブエにあるニャンガニ山というところで発生した出来事です。とある大学生がこの山に一人で訪れる予定だったんですけど、大学生がこう登山に向けて出発してる時に友人がねあることを言います。その友人はねすごい真剣な顔して、もしこの山に行った時奇妙な生物に出会っても絶対に無視してくれと言います。ただ大学生は、まあ、なんかちょっと危ない生き物でもいるのかなということで、特にそういった意味を気にすることもなく登山に出発するんですね。で大学生はこの場所に到着して一人で登山を始めたんですけど、この山道を進むにつれて徐々に霧が濃くなっていって方向が分からなくなってしまうんですよ。さらに突然激しい雨が降ってきたということで、一旦休憩しようと思って、まあ、テントを張ってね雨が止むまで待っていると、まあ、気づけば外は真っ暗、夜になっていたんですよ。で待ってること数時間ですね、大学生はなんかおかしいぞと、突然自分が誰かに見られてるんじゃないかという視線を感じます。で恐る恐る周りを見るんですけど、まあ、暗闇と霧の奥から自分が何匹もの生物に囲まれてずっと見られてるような感覚に陥ったんですね。そして最初の友人の助言を思い出すんですよ。で、まあ、さらに怖くなってしまってずっとこらえて約10時間ぐらい、天気が良くなったタイミングで逃げるように下山をしたっていう話があるんですよ。でここ地元では別名人を飲み込む山って言われていて、まあ、過去に姿を消したホホカム族がいた場所としても有名なんですよ。でこの地元の言い伝えによれば、この霧ね、この霧、あの霧があの世に繋がってるなんて話もあるそうですね。まあ、この場所には一体何があるのか未だに解明されていないということでございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は山にまつわる不思議なお話を紹介しました。やっぱ怖いですね。まあ、知らない生き物とか出てくるだけでも僕苦手で、あのキングコングのやばい生物めっちゃ出てくるじゃないですか。まあ、あんなん見たら僕は山行けないですね。皆さんの中でもね、山の中でこんな体験したよみたいなのがあればコメントお願いします。はい、というわけで今日は以上。まあ、最後にちょっと皆さんの体験談とかもラジオで話したいなと思うんで、よかったら告知するまでツイッターのフォローしていただけたらと思います。今日は以上、おやすみなさい。まだ暑いっすね。暑いね。でも朝は寒い。暑いね。でも昼はカンカン。暑いね。そうですね、といえば黙れよ、お前。皆さんは脳みそを食ったことはありますか？ああ、申し遅れました。私
森田です。人が誰しも持っている脳みそ、実は完全には解明されていないとか。もしその脳みそを丸々みそののものと入れ替えたとしたら、ブログの文章は長くなるんでしょうか。試してみたいものですね。今日はそんな脳にまつわるお話。次にみその脳と交換するのはおのののかなのかもしれません。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。何言ってるか全く分かってないですけど、さあ今日はリスニーからこんなディープです。タカさん、こんばんは。こんばんは。先日友人から、人間は普段脳みそを 10% ぐらいしか使っていないという話をされました。なんか偉そうだったので、その後は全く聞いていません。まあ正解正解。ただ実際調べてみると、かなり興味深い記事がたくさん出てきました。でもなんか難しいので、タカさんまとめてください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。さて今日はですね、まあタイトルからも分かるように、久々の〇〇にまつわるゾッとするシリーズですね。まあこれまでは海も森山、空、深海、宇宙、月、夢、ゲーム、ネット、珍しく長続きしてる企画なんですよね。いずれも神回ならと、今日はリクエストにもあったこの脳に関して、今まで紹介したもの、そして紹介しなかったものをまとめると、かなりね脳がパンクする情報量になったんで、今回まとめてきました。いつもより長めの尺でゆっくりネットリゾット紹介するシリーズでお送りしたいと思います。ただ脳とは一概に言ってもね、すごい範囲が広い学問ですし、まあ、後半は個人的に触れたいなっていう内容もピンポイントであるんで、まあ、今日は脳神経学とかね、脳の構造そのもの、そういったものを中心に紹介できたらと思います。では早速皆さんにクエスチョン。今現在の医学では、人間の脳に関して何パーセント解明できてるでしょう。さあ、スインキングテイム、ほとんど解明されているのか、それとも半分くらいなのか、いや、はたまた全く解明されていないのか。正解はこちら、数字を出すことすら難しいね。クソ回答ですけど、実はこの人間の脳に関しては、基本的な構造となる、なんか聞いたことあると思うんですけど、ニューロンとかシナプスとか、あとは脳の可逆性、脳がダメージを受けた時にどう回復していくのかとかで、まあ、脳そのものを構成する個々の物理的な要素、これに関しては 90% 以上が解明されてるんじゃないかという見解もあるんですけど、ただやっぱり時間的な意識を持つまでの過程とか、触覚に関する細かなメカニズムとか、あと意識の正体と本質、精神疾患のメカニズム、夢をなぜ見るのかとかですね、まあ、脳に関する構造の全体像というのは不透明な段階で、どのくらい解明されているのかっていう見当すらつけれないと言われてるんですよ。だから10のうちのーとか言いますけど、その10のうちのーが分かってないという感じですね。特に人間の意識の話とかになってきたら、まだまだ未知数な感じがありますよね。何がこの人間の意識を作り出してるのか、まあ、それはただ脳の電気信号なのか、脳とは一切関係ない魂みたいなもんがあるのかとか、まあ、そうなってくるとちょっとスピってくるんで、今日はそういう話は一切しないんですけど、まずその前提知識として、脳の基本的な作りとか、その中にある各部位の役割についてめちゃくちゃざっくりと解説します。じゃあ早速、まず脳っていうのは運動、感覚、生命維持、知的活動、これら人間の身体全体をコントロールしてるっていう臓器になります。一番大事かもしれないですね。まあ、心臓もありますけど、でこの脳を保護する役割を果たしているのが、外側から髪の毛、頭皮、頭蓋骨、髄膜、まあ、髪ない人じゃ保護してないのかっていう話になるんですけど、まあまあそれはこうね、今文明が発達してますからね、だから髪の毛が後退してるっていうよりは文明が前進してるっていうね、まあ、そういう考えができますね。でさらにそこから内側の空間っていうのは、まあ、クッションの役割を果たす約 150ml ぐらいの髄液っていうものに満たされてて、その空間に脳がポカポカと浮かんでいます。だから思い切りヘッドバンとかしたら、ちょっとなんかポチャンってなる時ありません？ないか。そして重さが成人で1200から1500g、だいたいパイナップぐらいの重さですね。じゃあ次にどんな構造してるのか。で脳は大きく分けると、大脳、小脳、肝脳、脳幹、この4つの部位に分けれます。で、まあ、それぞれこれ役割が決まってまして、まず大脳ちゃんから、通称大ちゃんですね。大ちゃん、でこの大脳、脳の約8割を占めています。で他の動物と比べて、この人間っていうのが一番発達している思考の中枢と呼ばれている部分になります。でその大脳部位によっては、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉のこれ4つに分けられます。一言で説明すると、前頭葉前の方は運動とか意思、理性、言語機能ですね。で側頭葉は聴覚、情報処理、記憶、言語理解で、頭頂葉、感覚、視覚や聴覚の統合、後頭部は視覚情報の処理と、こういったことを主に行っています。じゃあ次に小脳ですね。まあ小ちゃんですね。この小ちゃんは大脳から出た運動の指令を微調整して筋肉に送り出すっていう役割を担っていまして、例えば眼球の運動とか、体でバランスを取るといった無意識の動きを学習してコントロールしています。次に肝脳ですね。これは視床と視床下部っていうもので構成されてて、体内時計の調整とか、体の感覚、聴覚、視覚といった、そういった情報を大脳に伝える役割があります。またここでは体温調節とか、食事、睡眠、性行動についての情報行動を調整しているのもここで行っています。まあ、つなぎの部分ですね。で最後に大事な、脳幹としていただきたくないのが脳幹つってね。
はあ、ここはですね、人間の生命維持に必要な呼吸、血液の循環、血圧とかの機能のコントロール、あとは覚醒状態の調整も行っています。で、大体がこんな感じなんですけど、で、あの大脳ってなんか右と左に分かれてる右脳左脳っていう言葉がありますよね。まあ、これ一般的に話す聞く読むとかそういうのを司る言語中枢がある方を優位半球つって、でない方を劣位半球って呼んでて、通常ですね右利きの方の 99% ぐらいの確率で左脳が優位半球になるんですよ。ただ左利きの人はこの優位半球が左脳にある人と右脳にある人のちょうどほぼ半分ずつ分かれてるって言われてて、なのでこの優位半球が右脳にある人っていうのがレアなんですよ。まあ僕とかですかね。でしかもこの優位半球がどっちにあるかっていうのは生まれた時から決まってるっつって、この人間はこの優位半球側の脳で言語とか読みかけ計算とか論理的な思考を行っていて、反対にこの劣位半球側の脳で空間直感的な認識を行っています。芸術的な感性を司ってるとか言い方しますね。ちなみにネットなんかでたまに右脳左脳型診断みたいあるじゃないですか。あなたは創造的な右脳型か論理的な左脳型かみたいな、まあ、そういう診断テストあると思うんですけど、あの実は結論から言うと、まあ、別にどっちにあったとしても右脳型左脳型の思考っていうのは存在しないって言われてます。これが脳のMRI 画像から分かってきたんですけど、別に人間って絵描くときに右脳だけ使って計算するときは左脳だけを使ってるってわけでもないんですよ。実は絵描くときも計算するときも常に脳全体を使ってることが分かってます。なのでまあ僕左利きで右脳派だからみたいな、ちょそういうやついますけど、あなたの脳みそは僕らの脳みそと別に変わりないですよと、まあ、そう言ってあげてください。ちょっともうちょっとだけ脳の仕組みについてお話をすると、これがねやばいよって話で、この脳全体およそ1000億個の神経細胞が迷路みたいな複雑なネットワークを作ってて、僕らが何かを見たりとか感じたり聞いたりしたよっていう情報が電気信号として一瞬にしてこのネットワーク上に伝わるんですよ。これが機械の中にある電気回路のイメージに近くて、ただ電気回路とは違ってこの神経細胞のネットワークには神経細胞同士のつなぎ目、これをシナプスって言うんですけど、ここにわずかな隙間があるんですよ。これをシナプス間隙って言い方をするんですけど、この隙間があったら電気信号は伝わらないんで、人間の体は一度この電気信号を神経伝達物質っていう化学物質に変えて次の神経細胞に届けてるんですよ。でそれをまた電気信号に変えてまた送るっていうのを一瞬で無数の神経管で行って人間のあらゆる機能を可能にしてるんですよ。どういう仕組みよねこれ。これが以上我々の持つ脳の基本的な機能についてざっくりと説明したんですけど、やっぱり気になっていくところをこれ紹介したいと思うんですけど、まず DM にもあった脳は 10% しか使われていないのかっていう真相なんですけど、まあ、大体わかると思うんですけど、この説って世界的にも結構有名な話で、2014年に SF 映画でルーシーってありましたよね。女性が主人公の本来 10% しか使ってない脳を極限まで解放できるみたいな、そういったテーマなんですけど、この真偽はいかにっていうところなんですけど、脳の一部しか使ってないっていうのは完全なるデマですね。これ以上脳を解放したらサイコキネシスをぶちかますみたいなことはできません。たださっきも言ったように10のうちのこの10のうちが分かってないんで、ここの可能性が広がった時に、あ実際これ 10% ぐらいしか使ってないとも言えるって感じなんですよ。だから現状 MRI の脳の活動状態を見てみると、常に人間っていうのは脳を 100% ぐらい使ってると言われています。例えば外からの刺激を一切受けなくてめちゃくちゃボーっとしてる状態、この状態の時脳は何が起きてるかっていうと、デフォルトモードネットワークっていう部分の活動が増えるそうなんですよ。これ何かっていうと、何もしないで思考を巡らせてる時なんかに活動が増えてて、ただこの活動が増えてるからといって別に他の部分が活動してないわけじゃなくて、例えばぼーっとしてる時でも人間って瞬きするじゃないですか。この時って外部に注意を向ける脳にほんの一瞬だけピカッと切り替わってるんですよ。まあ、要は常に他の神経ネットワークと相互作用してるんで、脳はどんな時でも完全に活動を停止する部分がないんですよ。あとはまあ寝てる時も同じで、絶えずに心臓っていうのが体に血液を送り出してるじゃないですか。これも脳のいろんな部位が常に働いてるからこそ可能なことで、仮に脳を一部でも使ってない人がいるとしたら、例えば人工呼吸器につながれてる患者さんみたいな、何かしら体の一部の機能が使えなくなって機械とかでその機能を補っている人くらいだと言われてますね。この事実は脳のどこかを損傷した際に体のどこかしらの機能に障害が残ることからも分かりますよね。ただこれがすごくてね、損傷を受けてその部分の機能を失った時、脳は他の部分がその機能を引き継ぐっていうんですよ。でその能力をある程度取り戻せることも分かっています。だから回復するわけじゃなくて別の部分が機能を引き継ぐっていうんですよね。これすごいですよね。じゃあ脳みそを持ってるのって人間だけじゃなくて動物も持ってますよね。他の動物と比べた時にどこが違うのかと言いますと、まず皆さんが知ってるであろう話からいくと、まず大きさがもともと違います。人間の脳がだいたい1200から1500グラムなのに対して、人間に近いと言われている動物、ニホンザルの脳はだいたい80グラム、でゴリラが550グラム、中でも知的レベルが高いと言われているチンパンジーですら400グラムなんで、まあ、人間はすごい大きな脳を持ってることがわかります。ただ大きければいいってもんじゃなくて、例えばアフリカゾウの脳っていうのは4500から5500グラムあるんですよ。でもうマッコウクジラの脳みそなんか9000から1
1万グラムぐらいあって、だから脳がでかければいいのかって言われるとそういうことじゃなくて、全体重に占める脳の重さの観点を見る必要があって、人間は体重比約 2% ぐらい で、アフリカゾウは 0.1%、 マッコウクジラは 0.02% ぐらいで、まあ、体に比べたら脳は豆粒ぐらいの大きさしかないんですよ。じゃあ比率が大事かって言われると完全にもそうとは言い切れなくて、っていうのも実は知能レベルが高い人が必ずしも大きな脳を持ってるとは限りません。例えば東京大学医学部の標本室に保管されてるみたいな話がある夏目漱石さんの脳、これ 1400g ぐらいと平均的な重さで、一方天才科学者のアインシュタインの脳なんかは 1200g で、どちらかというと小さい方だったらしいんですよ。なのでワンピース最近山1個分ぐらいでかい脳みそを持ってるキャラが出ましたけど、脳がでかいからといっても必ずしも頭がいいとは限りません。じゃあ明確な違いは何なのかって言いますと、シワの数ですね。このシワは正式には脳垢と呼ばれてて、コアラツルツルとか言いますけど、人間と近い動物と比べると人間、チンパンジー、ゴリラ、ニホンザル、この順で脳垢が多いことが分かっています。なのでやっぱり脳のシワが多いほど頭がいいということが分かってるんですね。で同じ人間でもやっぱり赤ちゃんというのは脳垢が少なくて、大人になるにつれてシワが増えていくことが分かってます。でもこれでも例外があるんですよ。っていうのもクジラとかイルカって人間よりも脳垢が多いんですよ。これどう説明つけんのってなった時に、一説なんですけど、クジラとかイルカって水中で生きてるから脳がでかすぎたら泳ぎの邪魔だよねと、なので頭蓋骨を小さくしてその中に脳を詰め込むっていう必要があって、結果ギューッとするからシワが増えたんじゃねえかって言われてますね圧縮したみたいな。じゃあ生物的に見ると大きさでもなく体重比でもなくシワの数もまあ分かってない。じゃあ結論、人間と動物の脳の決定的な違いって一体どこにあるんだっていう話なんですけど、これが古い脳と新しい脳がバランスよく機能してるのが人間だと言われています。ちょっと変な言い回しなんですけど、先ほど脳の部位の中で脳幹ってあったと思うんですけど、この脳幹って敵から身を守るための本能とか生命時なんかを司る、いわば生きるための脳って言われてて、ここは実はどんな動物にもあって別に大差ないらしいんですよ。ただこの脳幹の上にある大脳辺縁体、この部分がですね、さらに外敵から自分の身を守るために必要な本能、感情、記憶とかに関係してると言います。ただこれどんな動物にも存在する古い脳と言われてます。一方でこの大脳を覆う大脳新皮質って聞いたことないですか。これがシュワシュワの部分で、前頭葉の一番前の方にある前頭前野、これもなんか聞いたことありますよね。これは理性、想像、思考とかを司る部分で、いわば本能的なとこよりも賢く生きるための新しい脳だと言われてるんですよ。進化の過程で実は後から発達した部分なんですね。でこれら各部位、細胞同士のネットワークによりつながっていて、連携しながら働いてるんですけど、人間の脳の場合っていうのはこの部位が非常にバランスよく機能してると言われています。例えば動物で言うとクラゲって脳を持ってないと言われてて、こういった動物のことを四方動物って言い方をするんですけど、他にもイソギンチャクとかもそうで、じゃあどうやって動いてんのかって話なんですけど、例えば人間が熱いものを触った時に熱っつって手離すじゃないですか、まあ、この反射なんですけど、この反射だけで動いてるって言うんですよ。でもクラゲは脳がない代わりに散在神経と呼ばれてる神経が体中を通ってて、外から加わった刺激に対して反射的に体が反応してるんですよね。はいはいっつって、なんかちょっと可愛いですよね。とかクラゲって脳だけじゃなくて心臓とか血管すらなくて、外側にある傘みたいな部分を開いたり閉じたりしたら全体に水が通うんですよ。そこから栄養を送ってることが分かっています。何者やねんクラゲこれ。じゃあ次、脳みそって痛みを感じないっていう話で、まあ、頭痛は起きるじゃないですか。頭痛の原因ってね、皆さんいろいろあると思うんですけど、天気悪い時とかね、まああなたの頭痛はどっから、僕はから、ただまあ頭痛いなってなった時に多くの人は、まあ、脳みそが痛いんじゃないかと感じると思うんですけど、実は脳って一切痛みを感じてないんですよ。この脳を包んでる外側の部分さえ麻酔したら、脳自体には別に麻酔しなくても脳の手術はできると言われています。じゃあなぜ頭痛は起きるのかというと、まあ、脳は痛み感じないんですけど、頭の皮膚とかその直下にある筋肉とか腱、頭蓋骨の表面を覆ってる骨膜とか痛いなって感じるんですけど、体のどっから来た痛みであるかを判別することができないんですよね。じゃあこの頭痛って何なのかって話なんですけど、実は体の他の部分で発生した痛みを脳で起きてるというふうに錯覚してることで起きるらしいんですよ。例えば緊張するときに、ね、頭痛くなる人とかは頭の周りの筋肉に発生した痛みが原因だったりとか、実際脳に何かしらの病変の起きる脳腫瘍とか脳内出血の場合でも、痛みの原因はその場所じゃなくて脳を包んでる膜とか血管とかで引き伸ばされたところが痛みの原因になっていたりします。なので頭痛いなと思った時は、体の他の部分がダメージを受けてしまっていると思った方がいいということです。じゃあそんな脳にね、一手間加えちゃったらどうなるのかっていう話なんですけど、過去こういう実験ありましたよね。まず有名なものでいくとロボトミー手術ですね。これが一番有名ですね。前もね結構紹介したんですけど、もう何回でも痛いロボトミー手術。こちら精神医学史上最も悪名高い所業と呼ばれてて、歴史としては1935年ポルトガルの医学者エガス・モニスという方がロンドンの学会に出席した時にすごい興味深い発表を目の当たりにしました。それがチンパンジーの前頭葉の一部を切除したら、手術前まで激しく暴れていたチンパンジーが術後様子が一変しておとなしくなったっていうもの。そこでこのモニス氏、あ、この手術人間もできんじゃねえかとか言い出して、人間の嗅覚以外の感覚情報を大脳皮質に送る視床っていう部分があるんですけど、この視床と前頭葉の間の繊維をぶった切ったら不安障害とかの精神病を治せるんじゃないかと推測しました。でこの手術をロイコトミー手術って
名付けて半年の間に20回ぐらい行いました。で、当時の論文では患者20名のうち7名の症状は治癒、7人が精神状態が大幅に改善、残りの6名に変化はなかったんですけど、結果的に見たら素晴らしい結果と言えるんですね。1949年、このロイコトミー手術によってモニス氏ノーベル生理学医学賞を受賞します。ただ一方で手術した患者たち不可解な症状に悩まされていました。嘔吐、下痢、異常な食欲、そして自分が誰なのかわからないとか、そういった症状が出たっていうんですね。これによってこのロイコトミー手術、次第に医師から患者に推奨することがなくなって、最終的にはポルトガル全土で禁止になりました。すでにこのロイコトミー手術はポルトガル以外にも広まっていて、ここでウォルター・フリーマンというね精神科医がこの技術をアメリカに持ち帰ってロボトミー手術と名前を変えて実施し始めたんですね。精神患者当時アメリカ40万人以上に膨れ上がっていて、社会問題にもなっていたんで、当初このロボトミー手術精神病治療の転換点つってもてあされて、でしかもこのフリーマン氏次第にロボトミー手術もっと簡単にできねえかなと言い出して、ここで生まれたのがあのアイスピックロボトミーですね。簡単に言うと、あの人の眼球が入ってる頭蓋骨のくぼみの部分、そこにアイスピック突っ込んでハンマーでコツコツコツって打ち付けて前頭葉に到達させて脳の一部をシュンと切るという方法で、で術後患者たちはどうなるのか、確かに落ち着くは落ち着くんですけど、まるで感情が抜けたロボットのように自分に対しても他人に対しても全く興味を示さなくなりました。中には急に全裸になったりとか、人の皿から食べ物を奪い始める患者もいたと言います。感情が全くないっていうのはちょっと想像もできないですよね。まあこうした症例が出たんで、どんどんロボトミー手術を受け入れる病院減ってって、最終的には1970年代までにアメリカのほとんどの病院で禁止になったと言われています。ちなみにこの2つの手術40年間で4万件行われていて、そのうち約半分ぐらいはアメリカで実施されたと言われています。ただ過去こうした実験の中にすげえむごいことやってたけど結果的に人類の役に立ったみたいなものがあって、その実験がペンフィールドの実験というもの。これはですね、皆さん転換という病気あるじゃないですか、まあ、これ脳が送り出す電気信号によって神経細胞が過剰に興奮して起きる、まあ、いわゆる脳の一部で起こる発作と言われてるんですけど、この発作によって痙攣とか意識を消失するといった症状が現れる病気でして、で今から大体70年ぐらい前ですね、カナダの脳外科医ワイルダー・ペンフィールドという方が転換患者の手術をする前に脳を打ち切っていい部分悪い部分を把握するためにとんでもない実験を行いました。打ち切っていい部分とかあんまないんですけど、じゃあこれ何したかっていうと、超パワープレイで患者の頭開いて頭蓋骨を取り外す、で脳の大脳皮質ってところに直接電気ショックを与えたんですよ。でしかもさっき言ったように、あの脳自体は痛みを感じないんで、別に全身麻酔せずに切開部の局所麻酔だけでやったんですよ。で要はこれをすると患者も別に意識があるまま施術を受けてるんで、刺激を与えて特に何も反応がない部分、あここ別にいらないんじゃねっつって、でこれを転換手術に役立てようと思ったんですね。だから体の中までの反応っていうのは見てないけども、反応なければまあ別に切っていいかと、めちゃくちゃ安直なことをしたんですよ。ただ結果的に何が分かったかというと、この実験で脳の機能極材、つまり冒頭で話したように、まあ、脳っていうのは一つの塊として働いてるわけじゃなく、各部位によって動かす筋肉とか体に及ぼす機能が全然違うんだ、それが連携してるんだっていうことを発見したんですよ。だからなんか県大会目指してたらそのままオリンピックで金メダル取ったみたいな、ちょっと分かりづらいですけど、でこの発見っていうのが今日の神経科学の発展に相当な貢献をもたらしたと言われています。なんかよくありますよね、制御盤でいっぱいボタンがあって、なんか別にここのボタンだったら押していいんじゃねみたいな、いや全部ダメなんだよみたいな、ちょっと違うな。じゃあ最後にちょっとだけ脳に関する最新のお話をしたいと思うんですけど、まあ、それがイーロン・マスク氏が先陣を切って開発を進めている脳にマイクロチップを埋め込むという技術です。これ実は結構昔から噂レベルでは言われていたんですけど、ついに今年の1月イーロン氏が立ち上げたニューラリンクという会社が世界で初めて人間の脳にチップを埋め込むっていう臨床試験を開始しました。数年前に猿を使った実験で脳の信号だけでタイピングとかビデオゲームをさせることに成功したって言われてたんですけど、2022年にその猿が亡くなったということで批判が結構上がっていたんですよ。でこの人間を使った臨床試験っていうのが今回が初で、でこれね、そもそもどういう技術かというと、ブレインマシンインターフェース、この BMI っていう人間の脳とコンピューターを直接つないで機械とかロボットを自由自在に操作できるようにしましょうっていう、この先端技術の一環でコンピューターのカーソルとかキーボードを考えただけで操作できるようにすることを最初の目標にして、この開発を通じて将来的にですね、例えば目が見えない人でもチップを介して脳に直接映像データを送ることができるとか、あとは手足が不自由な方でもロボットのアームを自由自在に操ることができるように、まあ、そういうことを実現させようとしてるんですね。あともうこのチップを記録媒体として活用させて人間の記憶力を高めたりとか、もう言葉なしでテレパシーだけでコミュニケーション可能にしたりとか、あとは選手の動きとかね、運動神経を記録して誰もがその動きを完全に再現できるみたいな、そういったことも近い将来実現していくんじゃないかとも考えられています。じゃあこれがどれぐらい進んでるのかというと、今年の3月頃ニュースで被験者の第1号であった現在29歳の四肢が麻痺している男性が脳からの信号だけでチェスとかのゲームをプレイすることに成功したと発表されました。なのでこのペースでいけば我々が想像しているよりもはるかに近い将来こうした技術の実用化が可能になるんじゃないかと考えられています。僕の感覚では少なくとも5年以内には体に不自由がある方を中心にこのインプラントはガンガン進められてくるんじゃないかといった印象ですね。こうした臨床試験が行われること自体虐待なんじゃないかとか自然の摂理に反してるんじゃないかみたいな意見もあるんですけど、個人的には現状この困ってる人が少しでも救われればどんどん進めていっていいんじゃないかなと思うんですよ。ただこの
先ですよね。脳とか AI を融合させるみたいなね、それがどうなのかっていうところですよね。ちゃんと脳が命令を出せるのかっていうところですよね。これがさ逆転して勝手に AI が判断したことを脳で処理するみたいになっちゃったら、見てくださいこの地球、大気汚染、森林伐採、温暖化、気候変動、どれも人間が原因で起こってますよね。まあ、人事みたいに言ってますけど、僕もその一人です。つまり裏を返せば地球環境の存続のポイントってだけで見ると、まあ、人間って別に得はないというかね、まあ、ウイルスみたいなもんなんですよ。そんな中人間の脳と AI を融合させて AI を学習させていった時に、まあ、いや人間外ですよねってなった時どうなるのか。これ AI と人間の戦いというよりは AI を搭載した人間とナチュラルな人間との戦いが起きるのかもしれません。信じるか信じないかはお前次第。はい、ということなんですけど、まあ、ちょっと最後の冗談なんですけど、今日は脳に関するね、ちょっと聞いてると、うわそんなことあんのかっていうような話をさせていただきました。これが皆さんの頭の中にはパンパンに詰まってるということです。こんだけ素晴らしい機能を持っておきながら、ネットで別にこれ全然すごくないだろう、全然可愛くないだろう、無駄に脳を使わないようにしてください。ただやっぱり脳が解明されると、今まで解明できてなかった精神病のメカニズムが分かってくるっていうのがね、すごく大きいと思いますね。まあ、成功版ロボトミー手術みたいな、そういうのもあるんじゃないかなって思いますね。ぜひ皆さんも脳に関することをコメントで教えてください。というわけで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。さあ今日なんですけど、先日リスナーさんからこんなリクエストいただきました。タクさんこんばんは。こんばんは。この前ツイッターでおかずを探していたら、やめろお前、動物園でライオンに襲われて痛いよと叫んでる声の男性の動画流れてきて相当萎えました。他にも動物が起こした事件などがありましたら調べてくださいということなんですけど、これは流せない。うん、確かにこれ不意に流れてきたらすごい萎えますね。気になる方は動物園スペース痛いよで調べたら出てきます。あんまりおすすめはしません。今日はこのリクエストありましたんで、動物に関わる未解決事件というものを持ってきました。珍しいなというのと同時に、動物の強さというのも再確認できる内容になってます。早速紹介していきます。まず一つ目が、タイトルにもあるブルーの事件というものなんですけど、こちら2006年ですね、西アフリカ西部にあるシエラレオネ共和国という国で起きた事件なんですけど、一匹の大型チンパンジーが配下に置いていたチンパンジーの群れに複数人の人間を襲わせて重傷を負わせたという事件になります。ガチの猿の惑星みたいな話なんですけど、じゃあなぜこのチンパンジーは人間を襲うことになったのか。この事の始まりっていうのが1988年、この共和国の小さな村でとある夫婦がチンパンジーを購入したんですね。このチンパンジーというのが後の事件の首謀者ブルーノです。ちなみにこの名前の由来っていうのが、マイク・タイソンと戦ったボクサーのフランク・ブルーノから取ってブルーノって命名されたんですけど、タイソンの方じゃないんだと思いませんか。それはいいとして、まずそもそもなんでこれチンパンジーが売られてたのかと言いますと、この1980年代のシエラ・レオネ共和国っていうのがずっと内戦が続いてたという影響で、国民がかなりの貧困生活を強いられてたんですね。そんな中、国民がお金を得るための手段の一つとして子供のチンパンジーを捕らえて海外に売り飛ばしてたんですよ。すげえ残酷な話なんですけど、じゃあ子供のチンパンジーは売り物にされて、じゃあお金にならない母親のチンパンジーっていうのが殺処分されていたんですね。ブルーノもそんな親と引き離されて人間に捕らえられた一匹になります。もう襲うには十分すぎる理由なんですよね。で話を戻して、この夫婦が購入したブルーノ、みるみる成長しまして、最終的には体長180センチ、体重は90キロを超えるまでになりました。っていうのも、一般的なチンパンジーがですね、平均ですね、体長が85センチ、体重が40キロから60キロって言われてるんで、倍以上の大型です。で夫婦はブルーノを引き取って数年間家で檻に入れずに育てたんですけど、成長してからはチンパンジーの生息地として設営されてた電気の柵で覆われてる保護地の中に移動させるんですね。でそこには他のチンパンジーもたくさんいたんですけど、ブルーノ君ってのがまあでかいわけですよ。もう入ったその日にこの保護地の番長になります。さらにこのブルーノは運動神経めちゃくちゃ良かったんですよ。なんか気に入らない監視員とかいるとピンポイントでうんことか石をぶち当てることができたそうです。なのでこの体重身長コントロール、この情報だけ見るとチンパンジー界の大谷翔平ですね。で時が進んで2006年、ブルーノは仲間を引き連れてあることをします。それがこの保護地から脱走です。見事に成功しました。この方法もやばいんですけど、まずこの保護地ってのが二重のフェンスで囲まれてて、電気の柵も設置してあって、で出入り口ってのは人間にとってもすごい複雑な複数の鍵がついた入り口だったんですけど、ブルーの含めチンパンジーたちはこの人間が鍵を開ける動きっていうのをまず毎日観察したんですよ。で最終的に電気の柵を見事かいくぐって脱出したんですけど、脱出当初ですね、この保護区の人たちはブルーのたちは野生のチンパンジーの群れと合流して今後暮らしていくんじゃねえかなっていう風にすごい軽く考えてて、特に捜索することもなかったんですよ。ただ今まで人間に育てられてきた、そしてこの人間に恨みのあるチンパンジーが野生のチンパンジーと一緒に過ごすわけもなくですね、この後のブルーの事件と呼ばれるものが発生します。この事件はですね、保護区から3キロ離れた場所で発生します。被害に遭ったのがアメリカの建設会社で働いていた3人と2人を乗せたタクシーでして、まずこのタクシーが近くを差し掛かったところですね、乗客の1人がふと外を見るとチンパンジーの大群が自分たちのことをじーっと見てることに気づいたんですよ。で最初はすごい珍しくて、窓を開けてカメラとかで撮りたいって言い出すんですけど、現地人だった運転手が、あーチンパンジー脱走したって言ってたわっつって、やばいやばい逃げないとってなって、その場
車から離れようとするんですけど、そこでハンドルミスして保護区のゲートに突っ込んだんですよ。それぐらい運転手って焦ってたんですよ。でこれが悲劇の始まりでした。ブルーノたち一斉に突っ込んでいきます。まず拳で車のフロントガラスを叩き割って、車内から運転手を引きずり出した後ですね、首を掴んで頭を地面に何度も叩きつけてから失神させて、まず指を噛みちぎって切断します。これもしっかり理由があって、抵抗する能力をまず封じたんですね。そこから生きたまま顔を食いちぎって殺害したんですよ。その後乗った他の4人というのがバラバラに逃げ出して、あっという間にそれぞれ追いつかれて襲われ始めるんですけど、そのタイミングでちょうど警察が駆けつけて、なんとかこの4人の命は助かりました。でこの時ですね、優先して追いかけられたという記録があって、チンパンジーたちは現地人と乗っていた白人のアメリカ人をしっかり判別して、主に自分たちを今まで迫害してきた現地人というのを優先的に襲ってるという記録があるんですよ。でこの事件を受けて警察は動き出して、ブルーノの群れ27匹を捕獲しました。ただ死亡者のブルーノを含む幹部クラスのあと4匹っていうのが未だに見つかっていないんですね。なので今もまだどこかでブルーノは我々人間を狙ってるかもしれないということです。続きましてはゾウに関する事件なんですけど、こちら2012年ですね、ネパール南部のチトワン国立公園で起こった殺人事件です。この国立公園のレンジャーによるとですね、犯人のゾウっていうのが1ヶ月間のうちに6人の人間を踏み潰して、これとは別に過去4年間で9人を殺害したと考えられています。これにももちろん背景がありまして、これはオスのゾウだったんですけど、過去数年間でですね、少なくとも2回気に入ったメスのゾウと夫婦になろうとしていたんですけど、それを人間から妨害されて引き離されたんですよ。それで夫婦になることができなかったんですね。そこから極度に凶暴化して暴れるようになったと言われています。中にはですね、60代の夫婦がそのゾウによって家から引きずり出されて踏み潰されるという事件もありました。でこのゾウの発情期というのがマスト期とも呼ばれていて、特に凶暴化するんですよ。で最終的にこのレンジャーがそのゾウを捕獲して牙を切断してから追跡装置をつけて森に放したんですよね。これはなんでそれをやったのか分かんないですけど、でその後インド領内でそのゾウから2人の人間が殺害されるという事件が発生して、それ以降ネパール軍が出動して行方を追ってるんですけども、現在までこのゾウを捕獲することができていません。でもまあゾウっていうのは普段すごい穏やかな動物です。次にですね、人間を襲うといえばサメのイメージがあると思うんですけど、実際はそんなことはあんまないんですけど、最後にその中でもちょっと特殊な事件持ってきました。こちらが1935年、発端としてはオーストラリアのシドニーにあるクージー水族館で飼育されていたサメがですね、営業中突然人間の腕を吐き出したという内容の事件なんですよ。で実はこのサメっていうのが、事件が起こる1週間ほど前に海から捕獲されたイタチザメだったんですよ。この事件が発覚した朝からですね、元気と食欲がなくて、ずっとぐったりしてて、水族館のスタッフもちょっと心配してたんですけど、急に激しく体を震わせ始めたかと思ったら、そのまま胃にあったものを吐き出したんですよ。それを見てみると、人間の腕が丸々1本出てきたんですね。しかもこれ普通に営業中ですよ。ガラス張りのサメから腕出てきたらびっくりしますよね。でこの時水族館に来ていたお客さんはみんなですね、サメに誰かが襲われたんじゃないかと思ってすごい騒動になったんですけど、警察の捜査の結果、この時サメが吐き出した腕っていうのが食いちぎられたものじゃなかったんですよ。これ何者かによって刃物で切り取られた腕ということが判明するんですよ。めちゃくちゃ怖くないですか。でここからですね、この事件思わぬ方向に進んでいくんですけど、この水族館での事件、当時新聞にも掲載されたんですけど、その後記事を見ていたエドウィン・スミスという男性が、切断された腕に彫られていたタトゥーの写真を見て、これ数週間前から行方不明の自分の兄貴ジェームズのものだって言い始めるんですね。でこのジェームズという男性が実は裏社会とも関わりがあって、弟曰くとにかく怪しい仕事にも手を出していたそうです。で最終的に判明したのが、犯罪組織で働いていたジェームズが保険金詐欺のもつれから起きた殺人事件だということが分かります。でここからちょっと話ややこしいんですけど、この事件に関わっていたのがホームズとブレイディという2人の男で、ホームズの警察に供述した説明なんですけど、このホームズはちょっと前からブレイディから脅迫を受けていたというんですね。でジェームズを殺害したのはこのブレイディで、ある日自分の家にこのブレイディが訪ねてきて、その時切断された片腕を持ってきて、それを投げつけて、金出さねえなら次はお前だって脅して、そのまま腕を置いて帰ったというんですよ。すっごい迷惑なんですけど、でこれでホームズは何をしたかというと、パニックってその腕を海に投げて捨てたんですよ。これはホームズの全部供述です。ただその後どうなったか、またですねちょっと詳しく聞かせろっつって、ホームズが取り調べに出席する予定の日だったんですけど、その日の朝彼はですね、車の中で胸に3発の銃弾を浴びて死亡した姿で発見されます。何がどうなってるか分かんないですけど、対してブレイディに関してはホームズの供述から殺人の容疑かけられたんですけど、ジェームズの腕1本だけじゃ殺人の証拠としては不十分ということで、最終的にこの事件は不起訴ということで幕を閉じました。この水族館のサメが吐き出した1本の腕から裏社会の壮絶な事件が垣間見えたという話になります。サメがかわいそうですね。はい、とここまでチンパンジー、ゾウ、サメという風な事件紹介してきたんですけど、ちなみに今現状で分かってる中で一個体として最も人を殺したの、これ何の動物だと思いますか。生き物だけで見ると蚊っていうのが感染症とかで一番人を殺してるんですけど、一個体として見た時実は虎なんですよ。これが1900年頃から現れたチャンパーワットの人食いトラと呼ばれている、種類としてはベンガルトラになるんですけど、1900年頃ですね、ネパールではジャングルを歩く人間がトラに待ち伏せされて襲われていくという事件が頻発しました。この犠牲者は数十人にも上ったところで、村の人たちは悪魔の仕業とか、これは神のたたりだということで最初騒動になったんですけど、ただその後逃げ延びた生存者の話から、犯人は
一頭の虎であることが判明します。直ちに捕獲のハンターが送り込まれたんですけど、なかなか成果が出なくて、もう日に日に犠牲者を増えていくばっかりだったんですよ。で、犠牲者が200人を超えました。結果ですね、ネパール政府が軍を投入して捕獲射殺しようとするんですけど、ことごとく失敗。ただその虎をネパール川は追い出すことができましたって言ったんですよ。いや、あかんやろ。はい、まさにインドとの国境になる川を渡ってインド国内に虎は入りました。再び人間を襲い始めます。で、インドに入ってから特に凶暴性は増していって、真っ昼間から村を徘徊して人間を襲うようになったんですね。そして7年後の1907年のある日、イギリス人のハンタージム・コルベット氏がこの人食い虎の射殺に成功します。で、分かったこととしては、この虎はメスだったんですよ。で、全長は2メートル50センチほどで、剣歯ですね、尖った歯があるんですけど、これが上下ともこの虎は折れていたんですよ。なので、このことからこのメスの虎は野生動物を狩ることができなくなったんで、力の弱い人間を襲うようになったという推測がされました。最終的にこの虎による犠牲者436名です。ギネスブックにも掲載されています。で、一方ですね、この虎の射殺に成功したコルベット氏っていうのが、3年後の1910年ですね、インドで少なくとも400人以上の人間を食い殺したとされている人食いのヒョウ、この射殺にも成功して、すごいスーパーヒーローになったそうですね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。本日は動物が関わっている未解決事件についてお話しました。最後の解決はしてましたけど、とりわけ未解決事件、ゾウの話もそうなんですけど、やはり人間っていうのは動物の住処とか食料を奪ってるわけなんで、まあよくよく考えたら最初から加害者ではありますよね。だから、まあ住む場所を分けてね、共存していかないといけないんですけど、これから皆さんアウトドアをする機会も増えてくると思うんですけど、野生動物に遭遇した時、自分たちがその場所に入ってるんだと思ってね、可愛いとか言って力を見くびらないようにしてください。ちなみに皆さんの中で動物関係の恐怖体験あれば教えてください。僕は何回も言ってるんですけど、長崎のグラバー邸のバカデカアリ捕まえようとして噛まれてとんでもなく痛かったという経緯がありますね。あの小ささであの痛みなんで、人間と同じサイズになったら人間が勝てる虫は一匹もいないと言われています。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。